ディの大冒険 YouTube 版無人島で2泊3日ゼロ円生活。今回の無人島生活はよいこチーム、吉田沙織チーム、ナスディの3組が挑戦。それぞれ比較しながらご覧ください。もこもこちゃん何するか分かんないから。アリノは黙々と漂流物や流木を集める中、テーブル。あ、もうええやん。もういい、できた、ほぼほぼ完成や。最高。早く見てくれんかな。無理やろ、あれ日暮れてからちゃんとやろうかな。人材不足やな、無人島も人材不足だ。もうほぼできてるやん。もうね、うん。もこもこちゃんどこで料理すんの。もこちゃん ここやろ。これお皿のつもりで並べてみてんけど。お皿のつもり、どれがお皿のつもり。これそれに、うん、よっみたいな。よっ、もこちゃんがここ筋三昧のやつやんけ。もこみさんこんなせえよ、料理やったら。こうやってやったらもう終わるよ。大地によっ。いや、これ寿司三昧やって。じゃあもう分担します。はい、浜口さん、はい、木をいっぱい拾ってきてください。はい、ダルギャルさんは、はい、あのテーブルを作ろうと思うんで手伝ってください。はい、お願いします。お願いします。お願いします。行けや。いらんもん拾うな。置いていけ。あー、出っ歯。あ、おはようございます。おはようございます。工場委員会またよろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。サマさんなる。平成最後か。平成を振り返った時に、そうやね、この無人島っつうのは絶対にあるもんな、俺の中には。平成30年の間半分やってんのか。ようやっとんな。これ大変。これ無人島毎回これやってんですか。毎回やってますよ。15年。毎回すごい。なかなかこんな人数でやることなかったからね、今までね。これあれの、いつも一人でやってんのか、黙々と。そらあんな三鉄みたいなヒゲだらけになるわな。ただただ頑張り続けた15年、今回も頑張るだけ。その頃、国民栄誉賞吉田沙織チームの無人島生活、家作りは。うわ、ヤドカリがいっぱいいる。え、うわー、すごい。うわ、野生のヤドカリ初めて見た。怖い。へえ。何、噛む噛む。あれ、ひっくり返ってない。ひっくり返ってる。不思議。助けてあげましょう、吉田さん。え、触れない。え、だって怖い、手で触れない。拠点を決めるため、無人島の奥へと進む。どこに出るの。どうしたんですか。どうしました。びっくりした。ちょっと枝じゃないですか。で、私のなんでこんなでかいの思ったけど。はい、はい。すごい。吉田のカバンに入っていたのは、番組から支給されたあるもの。ええ、ちょっとどうしたんですか。何これ、ちょっとテンション上がる。すごい、なんかそのプレゼント開ける女の子みたいな。どうしました。見て。何これ。何これ。これロンドンの時の虎の戦い、オリンピックの。すごい。あ、そうなんですか。みたいな感じ。すごい。なんで。すごいすごい。これ絶対着ないとダメじゃん。ちょっとこれ。ちょっとダメですよ、こんな。自然を大切にですよ。そうですよ。すげえ、もう今来て潜りたい。番組から支給されたブルーシートで屋根や床を作るが。いい感じ。おー、いい感じ。続いて、どうやってやるんだろう。でもやり方が分かんないから教えてね。ちいかまからまず作りましょうか。ちいかま、石窯です。すいません、無人島なんで。ちいかまはちょっと作れないです。すいません。石を並べてかまどを作っていくようだ。あれ、意外とないな。あんまりない。あんまりない。何、大きいの見つけてくる。待ってて。あった。あった。率先して動く吉田だが。ね、どうしました。大丈夫ですか。大丈夫ですか。どうしました。気持ち悪い。どうしました。虫。細かい乾いた小枝などを燃えやすいものを入れると。
ライターで小枝に着火。来たよ。釜完成です。やった。すごい、こうやって作っていくんだ、ね、楽しい。勉強になりましたね、うん、人生楽しい。なんかこういうこと経験しておけばなんか怖いもんなしだね。そうですね、うん、確かに。よい子チーム、吉田沙織チームの家作りが進む中、気になるのは今回も一人で参加しているあの男。1キロぐらいのところね、サメありますので。サメ釣りのナス D、 生き餌をサメの通り道に仕掛けたと同時に、まずどの、とりあえず運ぶしかない、運んでこ、はい、あ、そうやって徐々に上げていく感じですか。なんでその嫌な言い方する。体力勝負なんで、やってれば絶対終わるから。いつか下に作っちゃうと波と風がもう強いんで、上に作ります。いい運動になるな。あ、まあそうですね。まあそうですね、自分全然運んでないでしょ。でも息切れ一つしない人すごいですね。もうすでにバラシを考え始めちゃってるんですよ。ディレクターなんで、これ上げちゃったら下げるの大変やぞって、もう職業病っす。これまた下ろすかって考えてるんですよ。崖に家建てるって言ったらもう結構しんどいな。うわ、危ない。崖なんで本当舐めるとダメなんで、まっすぐの場所が作りたいんですよ今回。もう最低限の家ですけどね。まっすぐな土地を作る、その理由は、まっすぐな場所を作ろう、あそこにね。快適な家が待ってるから、これやれば。徐々に握力なくなってくるんじゃないですか。ついてきます。無人島生活って面白いのは弱っていくんじゃなくて強くなっていくんですよ。早速撮影スタッフが、うわ、ちゃっかり土のうの上に足を置いて撮影してます。すごい平らになってます。土地できたんで立ちやすいです。そうでしょ、はい。今回同行している撮影スタッフは体重120キロの巨漢。足を踏み外しやすい体型なので、いつもより神経質に足場を固めているのだ。この辺からも危ないな。このから逃げたな。ここギリかもな。これ相当重いんじゃないですか。いや、そんな重くはない。重くないですか。20キロぐらいじゃないですか。しんどそうです。まあこれはなんか先が見えない作業じゃないですね。これはもう見えてるんで。危険な場所で行う過酷な作業、しかも全部一人でやるしかない。土のうに足掛けて土のう運んでるんですよ。もうちょい高さいるんならまっすぐにしようとすると、しっかり積んでないと危ないからな。結構これが滑っちゃったら終わりなんです。土のう足りますか。うん、足りないぐらい。そうです、足りてへんな。思ったより傾斜が強かった。やってみて分かるのはこれ大変だな。上陸してから休みも取らず崖の上に土のうを運んでいく。さすがに辛い。自分から子犬の匂いがする。初土のう集めた。ほんと1畳分ぐらいの、ちょっと寝れる。そのまま5秒だけ仮眠を取った。いっぺん積んでまっすぐな場所がどのぐらい取れるか、その大きい土地は作れないな。去年より条件が悪い。去年平らな場所があったから、岩場で家作る大変っすよ。想像してるのとちょっと思ってるのが違う。想像以上できづらい、やりづらい。あ、ここでもダメだな、崩れるな。ちっちゃくてもいいからまっすぐな場所作ろう。土のうを組み替えながら平らな土地を作っていく。本当にこんなところに住めるのか。ちっちゃ建物、このくらいしか作れない。とりあえずやってみよう。崖側に足をつけて、その周りを囲いで囲います。ちょっとね、めっちゃ不安定かもしれないですけど、できる範囲でやります。もうすごいグラグラしてる。あ、すごい不安定、危ない。こんなとこ住めない。崖なんで気ぃつけないと危ない。新段階的です。そうなんです、後ろが崖なんで。早く大物狙わなきゃいけないのに。早く家作っちゃわなきゃいけない。家もでも浮いてんねんな、ここ。今年は釘使いますから、はい、気にせず作っちゃう。怖いから、危ないから。細かいこと気にしてると怪我しちゃう。なんで崖に家作ろうと言っちゃったんだろう。きついし危ない。すごい作業しづらい、ここ。高さ合わないで、ちっちゃい木で、もうぴったりじゃないですか。どうする、うん、とりあえず安全性大事にしよう。立ち場からこだわって、
あ、強い。これは強い。ここも大丈夫。崖の家なんで、よっぽどだいぶ丁寧に作りながら、ちょっと綺麗にしようとすると、もう、めちゃくちゃなんですよ。これちょっとこだわりすぎると、本当にやばいな。家作りで終わるな。バラシ考えると面倒くさいんですけどね。ちょっとこれやっとかないと、ここ本当に危ない気がして。見た目とか関係ないから。いや、こんな太めの長めの釘でやっちゃうと、あとあとバラシが大変なの。絶対崩れないとは全然言えないから。ここ本当はセメントでやるんですよね。ちっちゃい木入れてるんですけど固まってないですからね。めっちゃ危ないですからね。まだ出た木のくずは置いときましょう。隅にできるんで。今度はこういう風にこの床作ってきます。はい、蓋じゃなかったらもう速攻やな。うん、このくらいの作りやった。徐々に足場ができ作業のスピードも上がっていく。それにしても器用だ。バラシ大変ですよ。カッチリ入っちゃった。片面もこっち側できた。綺麗でしょ。まだ全然丈夫じゃない。パッと見丈夫そうに見えるけど全然丈夫じゃないですから、ね、やばいっす。竹に作るので意外と簡単っすね。簡単って労力はいるけど脱もんやな。これはできへんと思ったね。意外と構造でできるんですね。テレビディレクターなのに劣悪な環境でもしっかりと家を制作。その知識、そして仕上げたいという気持ちはどこから来るのか。釣りしたことあるんですか。僕ですか。はい、自分でやるって漁師さんの撮影する、うん、ディレクターって職業はすごい職人とかプロとかその人の人生の全てで得た習得した技とか技術をテレビの撮影っていうのを理由に普通なら見せてくれないものを本当1日だけ撮影させてもらって10分とか5分で放送するから、だから見て凄さとか知る。だから職人かっこいいなとか漁師かっこいいなとか、うん、大工さんかっこいいなとかめちゃくちゃ思うんですよ。でディレクターってすごい人を撮影している結構中途半端な存在なんですよ。自分が何かできるわけじゃない。人の人生を切り取って放送させてもらってるから、職人歴30年の人だったら30年分をしっかり撮んなきゃダメなんです。愚痴だけは言っちゃいけないなと思う。もう絶対前向きじゃないと。さまざまな職人の取材を通し敬意を表する意味で今頑張っていた。こっち側に土のうを詰めて平らな場所を作って、その前の角に2本支柱を立てて四角いフレームを作った上に床を作ってます。崖に床作ってます。すごいなんか頑丈できましたね。こっちが弱いです。あ、弱いですか。太ったディレクターが一人いるんで、はい、太ったディレクターがそこに立っちゃったらアウトです。アウトですか。ひっくり返ります。ひっくり返す。こっちが弱いんで。あ、もうちょい補強する感じですか。しないっす。しないっす。今回大物狙いなんで、はい、そっからポーンって飛び降りたらそのまま下まで落ちます。これもう完成ですか。床ですか。はい、床はもうちょっとで完成します。え、見たらわかるでしょ。家作りは8割終わってます。あ、これ8割終わってんですか。終わってますよ。もうその乗らないですから、ね、それでじゃあ作りますよって2階建てとかやんないですから危ないですから。こここいつ使えそうだな。こいつ横にパーンって行っちゃった方がいいかな。そうは言っても何かあったら大変なので、カメラを持つ120キロ巨漢スタッフのために土台をしっかり補強。ああ、どうしたんですか。ちょっとミシミシって言いました。流木欲しいな、もうちょっとね。とりあえず大丈夫だと思うけど。完成しました。すごい、すごいいいですね。いいですか。いいです。できました。崖の上の床この上に家を建てます。2泊3日過ごせるぐらいの簡単な無人島の崖の上に床を作りました。こっち側面が危ないんですよ、あんま建つと。もうあとは家建てるだけです。この上にこれ基礎なんで、言えば基礎工事なんです。ちょっとホッとしたな。これができるかどうかだったんで、想像通りできるかどうか一番怖かったのはこれなんですよ。この崖の上に作る家は誰でも参考になると思います。漂流物に竹があったんで竹うまく利用して、でブルーシートは持ってきてるんで、今回もう竹とブルーシートだけで一瞬で作ります。想定時間、まあ、1時間リアル1時間崖の上の家完成のめどがついたところで再びブル君、ブル君来ました。釣れたのはナスディの大好物ブル君。正式名称は高砂魚。ブル君は沖縄の方言ですね。いや、これ食べろって話なんですけどね。これでももう美味しいやろうっていう弱い魚ですよね。もうすでに終わってますもん。見ている時とか興奮している時とか死んだ時は体色が赤色に変化します。スーパーとかで売ってるとちょっとブル君って赤っぽいんですよね。
海の中で見てると、本当真っ青ですね。銀と青でめちゃくちゃ綺麗です。で、黄色い斑点があって。本来の色はこういう透き通るようなエメラルドブルーっていうか、ものすごい真っ青な綺麗な色してます。だから青いブルー君が見れるのはこの釣り上げた時だけです。刺身とか塩焼きとか唐揚げとか、何でも美味しいですね。これはサメの餌にしますんで。サメにスイッチを入れるための餌、ブルー君。サメこうやって血液出るじゃないですか。出た血がサメを集めるんです。サメのスイッチを押すんです。サメのスイッチを押すボタンです。サメの餌として釣ったが、ぶっちゃけ食べたい様子。サメも好物なので迷い始めた。後でこれを切って巻きにします。本当はこれ立派やな、食べたいな。ね、そうですね。まあでもサメ釣りに来てるんで、これ美味しいけどなと思う。やめよう。ちょっと残念ですけど餌にします。続いてハリセンボン。実際はハリはセンボンもないんですよ。350本ぐらいです。ハリセンボンは実は、ね、サメより強いって言われてるんです。サメがもし間違ってハリセンボンを食べちゃったとしても、そのハリで死ぬことがあるぐらいハリセンボンって外敵がいないんです。とにかく口の力が強いです。間違ってヘとか入れちゃうとものすごい危ないです。貝とか噛み砕くんで、ウリとか入れちゃダメです。簡単に指切断されます。台湾でも食べられてるんですけど、針を抜いた皮の指が有名です。沖縄なんかでアバサージュとか言って水門にもなっていて、ちなみにアバサーってのは沖縄の方言でよく喋る女っていうんです。ハリセンボンが口パクパクするじゃないですか。よく喋る女に見えたんでしょうね。来た。あ、おじさんかな。はい、おじさん。はい、おじさん。ちょっと久しぶり。高麗姫路。ヒゲが生えてておじさんみたいな顔してからおじさんって言われてるんですけども、海外ではゴートフィッシュって言われてます。ヤギ魚。ヤギみたいでしょ。日本では別名おじさんって言われますけど、私臭い臭いって言いましたけれども、おじさん。フレンチでは結構有名な食材として使われてるんです。ビージェって言われてる。ちょっとずつ日本でも知られて、おじさんって魚最近注目されて日本でも結構出てます。僕がついてるやつだと2000円で塩焼きで売ってます。サメいません。サメ嗅覚が優れてるんで、釣った魚を傷つけて血を出してサメをおびき寄せます。サメのスイッチを押して、そうするとサメがもうブワーッと来ますから、サメ祭りになります。サメフェスティバル。前代未聞の滑車釣り、巻き餌をしたが、果たしてサメは生き餌に食いつくのか。巻き餌を巻いた後、再び崖の上で家作り開始。じゃあ次竹曲げていきます。拾った竹、本当はバーナーでやるんですけど、投げたい部分に火を直接当てます。投げたい場所を決めておいて、そこに直接火を当てて曲げます。でちょっと熱すると暴発することなく曲がります。竹がミヤーってやるかと思って、こうやって加工します。ミヤーって溶けてくるんです。すごいですね。クラシックみたいでしょ。本当ですね。あっという間に曲がってきますね。燃えないようにすれば暴発しないんで、同じ長さの6本の竹を同じ場所で曲げます。冷やすと固まるんで、結構簡単に作れるんで、6本です。燃えないように、溶けないように、ゆっくり時間かければ結構曲がるんで、ゆっくりじゃないと割れちゃうんで、結構簡単に曲がります。こんな感じです。こういう曲がる。ちょっと腹減ったんで、サメ釣りしながら家作りしてるんで、サメにばっか餌やっても仕方ないんで、釣れた魚、これちょっと料理します。料理しますか。炭に直接入れるんです。こうやってしっかり焼くんです。伊豆大島の漁師さんとかこうやって直接火に取れたらすぐ入れちゃってダイレクトにで食べるんです。盛り付き漁師さんが教えてくれました。サメが食べない魚はこのようにして豪快にナスが食べる。これに醤油すごいかけたよ。いや本当、皮はどうするんですかって、皮剥がして食べるんですよ。炭の中に入れちゃうんですよ。でカリッカリに焼いてから食べるんですよ。黒焦げになるまで焼いて。さっきまで海で泳いでたのにいきなり料理になってるもんな。もう5分後に内臓も何も取らないです。素焼きです。で一番美味しいんだよって言ってました。皮は外して食べるからいらないですって言いながら、その伊豆大島の漁師さんは皮食べてました。炭だらけの10匹ぐらいバーって入れるんです。生きたまんま。でもかぶりついて食べるんですよ、みんな。若者も、うん、このくらいの黒焦げにしてました、ね、できたな。本日無人島生活1食目の料理は素焼き。音楽かけてほしいな、小沼さんに。テーテーテーテレレレテレレ。食べ方は教えましょう。もう簡単なんです。これも手で。これを外してこう皮ごと。簡単に剥がれるんですか。そうっす。もう焦げてるんで。伊豆大島のお嬢さんみんなこうやって食べてました。でこれでいただきます。
お味は？うわー、もう120キロの撮影スタッフも何でもらってんですか。めっちゃうまそうっすね。ナスは夢中で焼きたてにかぶり続ける。どんな味なんですか。いや、それ忘れてた。うん、うまい。白身のすごい上質なタイですね。すごいです。あっさりした。あまりの美味しさにこちらもあっさりした感想で。美味しいな。調理開始から5分後にごちそうさまでした。完食です。あ、すごいですね。これこの食べ方、家作り続けましょう。今回釣りしながら家作ってるんで、こういうことができる。無人島生活一番乗りで食事を取ったナス D だが、よいこチームのこの日の夕食は魚をざっくりさばき、そして、それではただいまより平成最後の油絵ポンを開催したいと思います。はい、はい、天の神、地の神、油の神を、天の神、地の神、油の神を、特に今日は海の神、特に今日は海の神言ってください。失礼しました。行くぞ、はい、平成最後の油へ。やっぴょーん、うわー、危ない、うわー、危ない。まあまあの日でしたね。まあまあの日でしたね。まあまあの日でしたね。いや、いい感じだ。すごい、うわー、美味しそう。いただきます。うめー、やわらかい。うん、うまい、たまらん。続いて2品目、さばいた魚を塩焼きに。マフィア、マフィア巻き。マフィア巻き、マフィア巻き。焼いた魚を一煮立ちさせ、味噌を溶かし、お味は？うっせスープ。もう、マサルさんの同級生は血圧が高いってお医者さんに言われるようになってるんですよ。そしたら増援や。さらに、マフィア巻きで増援。最後に味を整える。変わります？大丈夫ですか？え？バンバン増援。味噌やったことある？あります、あります。私料理できる子なんで。あ、そうなの？はい、結構何でも和食作ります。洋食あんま作んない。筑前煮とかやるの？あ、やります、やります。うわ、すごいね。味噌汁も作るの？作ります、作ります。しっかり1番だし2番だし取って。うわ、すごいね。そう、そうか、何もできへん人やと思ってた。できます、料理できます。できます、でも結婚できません。なんでだろう。なんでだろう。お味は？はあ、あー、おいしい、美味しかった。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。では吉田沙織チーム1日目の夕食はというと、あ、岩に何か生えてる。これ食べれるのかな。これ野草を物色し始めた吉田沙織、特に躊躇なく。まずい。レジェンド吉田のサバイバル術、食べられるかどうかはとりあえず口に入れて判断。さっきのよりはいける。野生の勘で摘んだこの野草は長命草と呼ばれ、一株食べれば一日長生きできると言われるほど栄養が豊富な植物。天ぷらなどさまざまな料理で親しまれている一品。食べられそうな葉っぱ取ったの？結構いっぱい取ったの？波打ち際進んでは、で不意に諦めて戻る。吉田は食材調達のため岩場へ。どうしようか、明日の服これしかないんだけど。しかし塩水美味しい。からはダメ。こんな岩場で食材探し。しかし足腰がしっかりしているので倒れない。どうしよう、どうしよう。うわー、もういいか、もういい、もういい、開けまった。すると
これ貝じゃん。これ全部貝貝貝。あー持ってかれた。これ貝貝貝。ほら貝貝だ貝だ。あーついてる。おーいパンツまで濡れるよ。すごいよこれ。うわーすげー流されるぞ。これ小さい貝取ったぞ。1,2,3,4,19,20,21,22 22個取ったぞ。あ星すごい。月もあるよ月。綺麗。生きててよかったっていうか来れてよかった。やっぱレスリングでずっと来たからレスリングしかしてない人生だったから今までこういう時間もなかったしいろんなことが今できてそれもまあレスリングがあったからこういうことも今させてもらってるんですけどそれがすごいなんかありがたいっていうか頑張ってきてよかったなって感じます。感じる瞬間かな。冷たい海に潜っているブリリアンのために帰ってきた時に寒いからあったかいの飲ませてあげる。結構燃えてるねこれ。すごい湧いてきたじゃん。ちょっと木入れすぎちゃったかななんか時間も見てないんで時計を時間が分かんなくてでももう夜中っぽい感じだから何時かなみたいなけどなんかあっという間っていう初日はなんかいろんなことやることがあったからで、ま、なんか初めてのことも多いし一つ一つが多分楽しいから楽しい時間ってあっという間に過ぎるじゃないですか。だからなんか楽しいしあっという間に時間が過ぎてる感じはします。そして沸騰したお湯に優しく味噌を溶き始めた。美味しい。一人で飲んじゃうぞ。オッケーできた。具なし味噌汁完成です。これここにブリリアンの二人が海に潜って取ってきた魚を入れる予定だったのだが何これちょっといやすいません、すいません魚って、はい、釣れなくて、嘘すいません、はい、私も取ってきたんだよね。え同じやつのちっちゃいバージョンですか。あとね貝、貝も寒いでしょ、はい、本当のこと言ったらちょっと寒いです。じゃあこれ味噌汁飲もう。うわーすいません本当は入れるはずだったんだこの中に。これこの悔しい。大丈夫大丈夫切り替えよう。明日もあるし気持ち切り替えないとだってやっていけないよ、はい、死ぬわけじゃないし。とりあえずさ今日はもう気持ち切り替えてこれ食べようよ、はい、吉田が作った具なし味噌汁に小さな貝と野草を入れ再び沸騰。緑野菜と小貝の味噌汁完成です。イエーイ。これ食べてみる？緑野菜食べるよ私。え、はい、食べれるやつだよね。食べれるやつ。よく見れば見るほど普通の葉っぱですよね。やだ食べてくださいめっちゃ葉っぱやんこれ。ええ硬い本当ですかこれが無人島生活。ちくしょう取りたい。明日こそは明日行こう。明日潜ろう。明日じゃあ3人で潜りに行こう。はいはい、そんな吉田チーム明日への希望を見出そうと星を眺めに行くことに。どうですか。ほらめっちゃこっちすごいよ。本当に満天の星空。これ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 やばくない。これはやばい。すごい幸せ。うわこれはいい。数えきれないほどある ね星が。あの5M っていう感じ。1,2,3,4,5 はい。カシオペア座。あーすごい。吉田さんめっちゃ乙女っすね。満天の星空。砂浜じゃん。しかも気持ちいいじゃん。そうですね。波の音聞きながらだよ。はい。
わ、確かに波の音もいいな。最高っすね。すごい。これにもっと何があればいいですかね。食べ物。食べ物。すいません。それは。その後は保温性と防寒性が抜群、ブルーシートで作ったキャンディー寝袋で就寝。国民栄誉賞を受賞したレジェンド吉田沙保里が無人島でブルーシートにくるまった。初めてやることが多かったからすごい新鮮で、無人島生活って結構いいなって思う。あ、本当ですか。うん、当たり前のこの生活がなんか感謝しないといけないなっていうか、なんかね、食べ物がねすぐ買えたりとかするっていうのは、そうですよね、なんか当たり前になってるけど、こういうとこ来ると買えないし、でもいろいろ工夫したらできるんだなってことも分かったから、挑戦しないと分からないことがすごいいっぱいあったなって、明日からまた楽しみだなって感じです。あ、本当ですか。さらに修学旅行の夜のようなこんな話題を。はい、好きな男性のタイプは、優しくて、面白いというか、なんか喋ってくれる人、ずっと。え？無口より一緒にずっと笑ってたい。ああ、なるほど。楽しい人がいい。はい、お腹空いてますよね。多少はね。はい、でもね、明日につなげれば、はい、この反省は今日の失敗が生きるってことだから、はい、人間失敗して成長する、はい、そう。こうして吉田沙保里チームはブルーシートの屋根と床の拠点にブルーシートの寝袋で就寝。一方、よいこチームの拠点は完成間近では、破天荒のナス D は崖の無人島でサメ捕獲を狙いながら、拠点となる場所にとりあえず床を作ったが、この後崖にどんな家を作るのか。ちょっとホッとしたな。これができるかどうかだったんで、この崖の上に作る家は誰でも参考になる。この崖からサメは釣れるのか。はあ、はあ、いった、かかった。本当に果たしてマンバーサスサメ、14日間激闘の奇跡。次回の配信もお見逃しなく。